誰にでもできる超簡単餃子の作り方を説明します。まず材料はキャベツ。これはサラダ用のすでに切ってあるものを使います。次に豚ひき肉、餃子の皮、生ニンニク、チューブのものですね。それから胡椒と醤油。他に焼くときに使う油を用意してください。キャベツを電子レンジでチンします。 加熱時間は2分ぐらいですね。しんなりしたらそこに豚肉と生ニンニクと。醤油と。胡椒を加えて。よく混ぜます。スプーンを使ってくださって構いません。次に包み方の説明をします。皮に具をのせて。 に水をつけたら半分に折って真ん中を押さえて両側からちょっとずつひだを寄せてこれで出来上がりです簡単です包み終わりました十六個できました今回はキャベツをですね袋を全部ではなくて半分使いました豚肉は 200グラムのパックを買ってきて半分使ったので100グラムですね。えっ、ー、とこの分量で16個包めました。えっ、ー、と味付けもあの割と自由にしていただいても失敗はないと思います。次に焼きに入ります。フライパンを加熱して油をほんのちょっと敷いたら餃子をこのように並べて加熱します。こんな風にちょっちょっぴり焦げ目がついたらですね。 次に水を 50cc ぐらい加えて、銀紙で軽く蓋をして加熱します。そうすると水が飛んでこんな風になりますから、最後に油をほんのちょっと加えてパリッと焼き上げます。これで完成です。ちょっぴり焦げ目が強くなっちゃいましたけれど、これぐらいだったら問題ありません。加熱時間は3分ぐらいだと思います。 簡単ですのでお試しください。